南部正直は、江戸時代前期の道の区国森岡藩の藩主一門。通称は非国老。初代藩主、南部都市直の次男として、福岡城にて誕生。母は、加老石井が守る直屋の妹の落女。慶長18年10月、花巻城代となり、花巻城が改築された。現那6年頃元服し、正直と名乗る。寛永元年。 江戸へ向かう藩主一行が花巻城に宿泊をして主演を催した。この時に岩崎城代、柏山伊勢守名助と正直が相次いで急死した。死因は白地どっくりの酒に毒が入っていたためである。かねてより南部海一族は柏山明助が伊達政宗と内通しているのではないかと疑いを持っており花巻城にて毒殺することを画策した。 藩主、南部都直は、花巻城に、柏山を、突然呼び出し、至高して柏山に都直は、午前での酒頂戴の儀式を伝えた。いぶかしく思いながらも、慎んでたまわる胸を、根性したので、都直はまずは正直に酒を飲むように言い、正直は分かっていたがこれを口にし、その酒を柏山に回した。法名は、会長院伝天岩修和大古寺。は、 花巻衆青寺、ありがとうございます。